自分で作った言葉です。この言葉には私の13年の歴史が入っています。高校1年生の時、図書館にあったいろいろな国のスポーツを紹介した本で剣道のことを知りました。それからモントリオール剣道クラブで剣道の7段小野教師先生について剣道の修行を始めました。2年後にカナダの高校生の部の試合に勝って、日本のいろいろな剣道部の夏休み合宿に招待してもらいました。一番最初に日本にいた時、練習の間にある高校の書道の先生から漢字を習いました。最初に習った言葉は一期一会です。小野先生は私がカナダに戻ってきてすぐ亡くなりましたが、私は先生に絶対カナダ代表選手になることを約束しました。ケベックからはカナダ代表選手はまだ出たことがありませんでした。大学の卒業前、厳しいの練習の後、全カナダの選手権大会で2位になってから、ブラジルである第14回の世界剣道選手権大会のカナダ代表選手になりました。大会ではブラジル代表選手たちといい友達になりました。その大会の4年後、 Google で30年前からブラジルの森のをキレイテルのビデオを見て、私の考え方は大きく変わりました。私はそのビデオを見る前までずっと自分の試合の結果が大事だと思っていました。でもそのビデオを見て、私は剣道からたくさんの宝物をもらったけど、それは地球からもらっていたのだと気がつきました。剣道で使うしない僕とは一本一本の木や竹聞いて作られているなのです。私の妹はカナダで木を植える会社で働いています。妹とブラジル代表選手と話して、それからキッポンブランドが生まれた。キッポンっていう意味は木一本、キッポンの目標は1枚1本。お客さんがキッポンのシャツ1枚買うと木一本植えられます。でも私たちが伝えたいのは、木の植えるの大切さだけじゃありません。最近剣道は国際レベルでどんどん人気が出てきて、ただのスポーツと見られがちですが、剣道はただのスポーツじゃなくて体と心を鍛えることなのです。例えばスポーツでは勝つことが大事です。でも武道では勝ちか負けは別として、相手を思いやり尊重することが大切なのです。剣道のために木が なくなったから、地球にどうやって返したらいいでしょうか。そう考えると、その市内僕と同時の床を作る会社は先のことを考える必要があるのじゃないでしょうか。剣道を通していろいろな言葉を習いました。不動心、一意専心、そして一期一会。一枚一本という言葉には私の経験や考えが全て入っています。次の時代のためにこれからも一生懸命一歩一歩一枚一本で頑張ります。どうもありがとうございました。